どうもシュートです。さあ今回もイフトボールアプリの動画撮っていきますけれども、さあ今回はまあ動画に入っていく前に、日本代表の皆さん、グループリーグ突破1位おめでとうございます。もうブラボー。もうドイツ戦に続きね、またドラマを見せてもらいましたね。もうほんまにもうめちゃくちゃ面白かったし、感動したし、もうほんと4時まで起きた甲斐があったなっていう素晴らしい試合でしたね。まあ決勝トーナメントも楽しみに見ていきましょうということで、まあ今回は、まあ昨日獲得した選手なんですけれども、もうめちゃくちゃいい選手がやっぱ一人いましたね。まあ当たり前に強いことは分かってたんですが、まあ30試合弱ぐらい使って、あ、これはちょっと本物やなと、ナンバーワンフォワードになれるなっていう選手。まあそれが誰かと言いますと、こちらのですね、はい、ロマーリオですね。まあロマーリオビッグタイムのエピックですけど、まあエピックのメイン仕様、動画では結構初なんじゃないですかね。まあめちゃくちゃいいっすね。まあいつものエピックだったら、まあちょっとね、引かなくてもいいかなっていう選手も多いんですが、ロマーリオはちょっとマジで取ってほしい。そう思ってしまうぐらいめちゃくちゃいいですね。まず身長低いんでめっちゃ扱いやすいし、まあボックスストライカーなんで結構中央にね、とどまり続けるんで、最後の局面真ん中で抜け出したりしてくれるんで、で、能力値大体こんな感じで、まあめちゃくちゃ高いね。まあ昨日登場した週刊 FP ムバッペに負けず劣らずの、まあ負けてるところで言えばスピードとか瞬発力ぐらい、まああとはドリブルとかか。まあでもやっぱフォワードに肝心なオフェ戦決定力とか瞬発ボディコンあたり相当高いし、キック力もまあ地味にあるんで、まあ点取りやすいですね。逆足精度も高いし、まあレジェンダリーの方と比べてミドルシュートが消えちゃったんですけど、まあそんなに影響はないかな。まあイーフトハブでもチラッと見ていきますけど、僕はこんな感じに育てて、まあ昨日も紹介しましたね。 TS100 値大体こんな感じの能力で、まあ90超えの能力非常にありますし、まあ今作センターフォワードにめちゃくちゃ求めてしまうドリブル数値であったり瞬発力、まあ、あとは身長の低さとか、その辺の使いやすさ面もしっかり持ってて、まあ理不尽な抜け出し、決定力、スピード、キック力とかもあるんで、まあこの選手はレジェンダリーでも相当強かったですけど、またエピックで一段と強くなったかなと。まあ横にいるオーエンに関しても、まあ紹介はあんましてなかったですけど、まあ似たような能力はしてるんですけど、なんかこの二人でツートップ組ませると本当になんか試合やりやすいね。点もバンバン入るし、ドリブル二人ともできるしみたいな。ダブルタッチ二人ないですけど、まあ今作は縦突破できたらなんとかなるんで、まあちょっとだけハイライト動画見せてね、一試合やっていきますけど、そのハイライトでもね、ものすごくいいドリブルめちゃくちゃしてるんで、まあぜひちょっとそこも注目していただけたらいいかなと。じゃあちょっとね、5試合ぐらいハイライト見ていきましょう。じゃあ相当インパクト残したこの試合から見ていきましょうかね。さあ右の CF で使ってますが、まずボックスストライカーなんで中央にとどまって、こういうところでパス受けて、縦パス受けて起点にもなれると。そこがやっぱラインブレーカーと違っていいところかなと思いますよね。このシーンもそうなんですが、しっかりね、あんまり前に上がりすぎずに、ここでスペースでしっかりパス受けて、まあネイマール使っていってゴールと。でまあまずえげつなく理不尽だった一つ目のシーン、オーエンがここでしっかりとボールを収めて、さあロマーリオここ縦で受けて、さあワントップ状態ですね。さあリュディガーをかわして、もう一人センターバックかわして、ここまたギュインといっちゃうと。この速さね、スピード83しかないんですが、やっぱここをぶっちぎってしまう、ボールキープの高さとか瞬発力の高さ、まあドリブル、ボール持った時のね、スピードがすごくいいですね。やっぱりオーエンとかと同じ感じする。で、こういうところのシーンもやっぱ何気ないですけど、ラインブレーカーやったらね、こういうとこで受けてくれないんで、ほんま起点になりますね。はい、じゃあえげつなかった2個目のシーン、ここでパス受けて、さあここスペース空いてましたが、もう自分で行く選択肢を取って、3人ぐらい抜いてここアウトスピン。まあ正直ね、パス出してもよかったですけど、これいけるなと思って行ってみたらね、めちゃくちゃやっぱドリブルしやすいし、この決定力もすごい。やっぱ意外と体が強いんかもしれないですね。ボディコンが高いと背負えるから。さあここまたパス受けて、ルディガーをまあフェイントなしでかわして、さあバストーにもスピードだけでかわす、マルキーニョスもかわして、いやこれは惜しかったですね。でもやっぱここまで単独ドリブルでいけてる事実、これはやっぱ揺るぎないものなんで、いやもうめちゃくちゃいいよね。もうこれは欲しくなってるんじゃない、さすがに。こんな人なかなかいないよ。では2試合目見ていきましょうかね。1試合目相当長かったですね。さあロマーリオここで受けてナイスシュート。まあここパス受けた時の小回りの効きやすさで、トラップもうまいっすね。でこれも惜しかったっすね。さあファビーニョからグティで、ここでパス受けて、まずルディガーを手だけで押さえてしっかりと前出て、でここクイッとかわして、ここも取られない。ここ結構取られること多いんですけど、ロマーリオ結構体強いっすね。でも何人も何人も抜いてこのシュート、これはちょっとね、シュートは相当乱れましたけど、何人抜いたんすかね本当に。これ3人4人5人抜いてますね。あ、5人決めたかったなこれ。さあこのシーンとかもめっちゃ好きです。
ですね、縦パス受けてくれるシーンなんですけど、ロマーリオがここでしっかりとね、とどまって受けてくれるから、他の2選手がこうスペースに抜け出して、2列目の選手がね、で、チャンスが作れたっていうシーンですね。入りはしなかったですけど、めちゃくちゃいいかなと。やっぱダブルライブレだとなかなかああいうシーン作りにくいですからね。さあ、次の試合見ていきましょう。さあ、ここスペースで受けて、バストーンに寄せてきますが、これいけるなと思って縦突破試みて、まあもちろんいけたシーンですね。まあこれちょっとパスミスりましたけど、まあ惜しかったかな。やっぱ今、ムバッペももちろん強いですけど、ダブルタッチが強いってわけではなく、ムバッペもね、縦への推進力があるから強いと思うんですよ。だからローマーリオとかオーウェンとかもね、こうやってグイ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 いけるんで、まあ今フォワードはこれがあればいけるんじゃないかなと。だからメッシもね、強いっちゃ強いですけど、やっぱスピードある選手使った方がいいかもね。まあメッシは別に弱くないし、むしろ最強レベルではありますけどね。さあ、ルンメニゲ、オーウェンと来て、ここの広がる動きめちゃくちゃ良かったっすね。で、ここで、これ惜しかったね。なんか当たっちゃいましたね。やっぱ一人はこういう選手ガチで大事だと思いますね。ダブルライブレよりも。さあ、ロマーリオここで受けて、細かさ見せて左足。やっぱボールキープ高い選手特有のタッチの細かさしてますね。しかも両足しっかり使えてるんでいいかなと。さあ、このシーンはパスも上手かったですね。アザールからルンメ逃げて、ここで受けてヒールパス。めちゃくちゃ惜しいね。で、まあここは前半終了間際にサイドワンツーで崩しても単純にインパクト上げに行ったシーンですね。まあロマーリオの位置取りも素晴らしいんじゃない？で、これね、何気一番すごかったシーンなんじゃないかなと思うんですけど、さっきやってた試合なんですが、さあ、ここパス出して、で、ここクイックイッと触って、で、ここが立ってガーン行くんですよ。もうなんか俺語彙力失っちゃったけど、ちょっとこのライスかわすシーンのここのタッチですね、なんか2回触ってんのちょっとやばくない？これ、固有かな？もう1回だけスローで見ときますけど、こんなタッチする人ほんといないと思うんで、これやばいと思う。まあ、ハイライト、プレイ集的には以上でしたね。ものすごく良かったんじゃないかなと。いや、まあ今回はプレイ集だけでなく、ちょっと最後に1試合だけやっていきましょう。それでは試合やっていきましょう。調子はまあ普通と。まあ好調絶好調ね、どうせなら見たかったですが、まあそれは仕方ないですね。ではでは、こんな感じでいきましょうかね。お相手さんのスカットは4213ですね。さあ、では対戦よろしくお願いいたします。さあ、ボックスストライカーロマーリオエピック、まあね、週刊 FP でまあ無印のムバッペ登場してましたけど、まあ多分同じぐらい強かったんかな。まあそれ以上強いかもしれないですけど、ロマーリオ以上かもしれんけど、でも同じぐらい多分ね、ロマーリオも本当に強いと思うから、ぜひちょっとムバッペ当たらんかった方は特にちょっと狙うのはありかもね。さあ、この辺ちょっと広げて、いやーこれちょっとね、伸びんかったらちょっとスルーパスロマーリオに出したかったんやけど、一回こっち返して、はい、ロマリオ。こっから根幹狙っちゃう？いやー、当たるか。で、サイド流れないのがやっぱでかいかな。ライブで結構ね、サイド流れたりするんすけど、まあ、ボックスだってあんまそんなことがないんでね、そこもやっぱいいかな。うわ、エンクンク早いな。ちょっとここ横パスだけ警戒しといて。あー、そっち？いやー、マジか。そっちはちょっとキーパー取れるかなと思って全然警戒してなかったけど、ちょっとやられちゃいましたね。さあ、ファビーニョ。あー、ちょっと取られそう。あ、でも大丈夫。さあ、応援。さあ、ここ、ロマーリオ、はい、縦ガン行って、縦ガン行って、さあ、ネスタ寄せてくるけど、こっち、で、もう一回こっち、で、ロマーリオ、コンカ。いや、オッケー。まあ、なんか、カンセロが決めてくれたみたいな形にはなりましたけど、まあ、カンセロ、サーランクでも入ってたでしょう。やっぱ、このドリブルのキレをね、これ、調子普通やからね、なんか、絶好調みたいな動き方してたよな、今。あ、やばい。なんか普通に油断してたらもう一点決められちゃいましたね。やばいしか言えんかった。さあ、ここ、オーウェン。ちょっと繋げる。お、ロマリオこぼれてきた。じゃあ、こう立っていきます。もう一回立っていって、左。いや、入らんか。さあ、ゲレイロ。さあ、ここロマリオ空いた。縦ガーン出して。これネスタぶっちぎってほしいけど、まあ、これ中行くしかないな、さすがに。これ一回中行って。で、逆サイ大湧きしてる。で、グティ。もう一回。で、グティのコンカ。いや、まあ当たったけど。わかる？この何でもやってくれる感じ。万能やすぎひん。いや、これちょっと負けるなよ。負けるなよ。オッケー。まあ前半は2対2と。まあまずまずっすかね。ちょっとロマーリオ以外変えますかね。ロマーリオ右 CF もできるんで、左にレアオン置いて。まあエンクンク、コバチッチ、メッシ。まあこのあたりでいいっすかね。さあ最後や。もうこれ最後。ロスタイムや。お、ロマーリオ空いたんじゃない？さあここ。ワンタッチで流したかったけど。はい。ワンツー。さあレアオン、抜け出す。レアオン、抜け出す。はい、これ、オッケー。まあ、後半、まあ、見せ場なかったっすけど、まあ、なんかギリギリ勝てましたね。オッケーオッケー。さあ、今回は、まあ、ロマーリオ選手使っていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、ハイライトで見せたのもそうですし、まあ、今回のこの試合でもね、まあ、ここのドリブルのキレとかもものすごい良くて、まあ、こっからのシュートもうまいと。で、まあ、このシーンみたいにドリブルで運んで起点になることもできるみたいな感じで、本当にね、何でもできる選手かなと思うので、まあ、ぜひ、こう、獲得して使ってみてほしいなと。使ってみたらね、ものすごくわかるし、
用感の良さだと思うので、まあエピック選手はね、何コインで出るかわからない最大1万5000コインのリスクがあるんですけど、一応まあ僕はね15連で出たんで、まあ運良かったらそれ以下でも出ると思いますし、なんなら1回で引きましたって人もいたんで、まあコインの枚数決めてチャレンジするのもありなんじゃないかなと。無課金の人はね、よっぽどロマーリオ欲しくない限りは引かない方がいいかもしれないですけど、美課金ハイ課金の人はまあ結構頑張ってもいいんじゃないかなとは思います。それでは今回答え動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。